ウシアカは、哺乳孔クジラグーテイモクウシカに属する赤。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア。最大種は、アフリカ水牛で、体長340センチメートル、カタダカガウルで220センチメートル、体重アジア水牛で1200キログラム。原始的な特徴を残しているとされる、ニルガイ族や、ブッシュバック族では、細めの体型をしているが、 牛族は、銅が長く、頑丈で短い獅子を持つ。多くの種は森林に生息するが、草原、鉱山帯等に生息する種もいる。単独もしくは小規模な群れを形成し生活するが、アフリカ水牛は大規模な群れを形成し生活する。植生は、植物食で草や、この葉、苔、チールイを食べる。繁殖形態は、耐性で、 多くの種が1回に1頭の幼獣を生む。牛やカには3つのグループが存在するが、これらのうち最も早い時期に分岐したのが、ニルガイ族であり、残りの牛族とネジ列の霊洋族が姉妹群となる。ニルガイ族バザリホス4つずの霊洋族テトラサラス、バイソン族バイソン牛族 BOS アジア水牛族、ブバルス、アフリカ水牛族、シンカラスイランド族、 トーラトログスブッシュバック属トラジェラフェスすでに絶滅したオーロックスが家畜化された牛はけが皮、肉、乳を取ったり、荷物の運搬等に利用される。薬や味やい牛等も家畜として地域によっては人間の生活に欠かせないものとなっている。野生種では開発による生息地の破壊や毛皮や核目的の乱獲等により生息数は減少している。 ありがとうございます。